思ったけど晴れたね。確かになんか晴れてよかったし、台風とかね危なかったですね。暑い。おはようございます。あ、おはようございます。いや遠いんだよねここ。暑い、ね、暑い、来るだけで汗かきますね。本当に汗だけだよ。本当っすよ、来るだけでもう汗だけ。これからなのに。でもちょうどよく台風すれ違う感じだから、うん、ちょっと雲あってよかったですね。そうですね、炎天下よりは。今日もやっていきますか。うん、頑張りましょうね。ちなみに今日は前回ほらゴミの運搬皆さんやっていただいたので、うん、はい、ちょっとスペースが中にできたので、うん、今回は中の片付けをメインにやっていきます。おーい、母屋の片付け。そうです、大変ですよ。ちなみに皆さん何回目ですか。私2回目、一緒だね。私3回目です。ベテラン。はい、全部いるってことですね。そうです。任せてください。そんなにお掃除ハマりました。いやー、もうご飯が美味しくって。ご飯かい。はい。まあ、まず掃除ね。そう、掃除がメインだから、まあ、掃除頑張ればご飯も美味しいんで。じゃあ美味しいご飯のために一汗かいてください。はい、頑張ります。はい、では行きますか。はい、頑張りましょう。行きましょう。お願いします。行きます。はい、うん、おー、なんか入れますか。後でこのさ、これ植えてもいい。あ、何も入れそうですか。食べてさ、種のさ、レモン、あ、育ったから植えたいんだよね。いいですね。やりますよ。やった。よしよしよいしょ。はい。なんですけど、売れるものと、まあ、処分するもので2部屋に分けていこうかなと思ってるんですけど、おそらくこれはすごいお上品なので売れるんじゃないかってルナちゃんが言いそうなものですよね、これ。うん、これは売れると思う、ね、なんでこれは一旦こっちに移動します。待ってくださいよ。何触らないで。なんで。で、こんなの新品で売れるかもしれないんですよ。いや、売れへんよ。いやいや、私動画サイトで見たんですけど、うん、大正時代の接着剤が出てきて、うん、未使用だったんですよ、うん、それが唯一、うん、一番古い接着剤だったんです、日本で。へー、それが有名になって売れたの。売れたんです、高価だったんです。この中で売れるもんもあるかもしれない。あるかもしれないから触んないで気合い。触った、触った、触っちゃダメ。分かった、分かったよ。どうすんの、じゃあこれ。丁寧に。 OK。 で、移動するためにはここのスペースがないといけないんですけど、ここにたくさん処分できそうな確定のものがあるので、それを分けつつっていうのをまずやっていきましょう。はい、まず最初のゴールはこちらのタンスを動かすことです。移動。よし、やっていきますか。うん。よいしょ。これはこれはゴミじゃないか。これでも売れそう。売れないのかな。置いとく。一旦キープで。ルナに確認。はい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 、これも確認です。これも確認。大丈夫ですか。大丈夫だ。お願いします。はい。縛って、いいじゃん。すごい、サンタクロースみたい。あ、カーテンのレースだ。綺麗。これはどうしたらいいんだろう。後で朝日さんに聞こう。いいじゃん。こっちで、カバーにちょっと、なんだろうこれ。何が入ってたんだ。それ布団入れじゃない？布団、足袋じゃない？だから布団がこんなにここにいっぱいあるのか。なるほど。これ何？ちっちゃい？これミシン台？コンパクト！
どの使い方をするんですか。あれじゃないの、腕用。腕、あーシャツは腕用じゃない。はい、古民家となるとやっぱ最近じゃ見たことないものばっかですね。紙袋ですね。やっぱ捨てられないですよね、紙袋。いつか使うかも、確かに。こちらも処分できそうですね。うん。よいしょ。よいしょね。よいしょ。布団が重たそう。一緒に持ってく？この中も布団。だら、OK です。すっごい布団の量。痛い。大丈夫？何？一旦この中は。見なかったことです。あ、見なかったことです。よいしょ。え、これ一緒にまとめておこうよ。そうです。下からいきますよ。うん。せーの。うわぁ、布団って、布団って意外と重いよね。これ何年も放置されてる。指が時計回りします。よいしょ。出てきた。カエル？何？お守りとかなんですかね。そういうのって。そうか、カエルって神様。そうですよ。私たちのお守りが。あ、ちょっと残ってますね。でもすごいさ、動きがいいからさ。これ中のものも綺麗なやつじゃないですか。帯だ。うわぁ、高そうじゃない。高級そうです。あんま触ったらルナちゃんに怒られるかと。ルナさん、私のものだけ出して運べるもの、運べる状態にしましょう。そうだね、うん、ここはしまっておいて、引き出し出します。お願いします。よいしょ。硬い？やっぱ湿気があると火が膨らんじゃうんですよ。でも全然すごい簡単に取れるよ。では、その持ち運べるサイズになったであろうタンスをこちらに動かします。よし、これは今日のビッグイベントです。先にこっち、あ、分解できるパターンだー。ありがとう、先に上書いて。やったー、だいぶ 楽になりますね。こういうのはさ、知恵だよね、分解したらできるっていう。よいしょ。おお。なんかここのスペースもったいないんで埋めちゃいますか。ここも。よいしょ。もうちょいです。最後グッと押していただいて。すると、わーい。おお。つながりました。通り道できた。掃除機のものまねしてる。掃除機のものまねしてる。あ、どんどん綺麗になってく。なんか視覚的にすっきりしますね。うん。あ、これ。あ、いいですか。下から出てきた。これですね。これはゴミだな。知ってます？こういう大掃除するときに。うん、掃除機かける前に少しお塩をまくんですよ。なんで？そのお塩が掃除機とか工具の届かない場所のゴミをついてくれて、一緒に吸い取ることでめちゃめちゃに綺麗になるんです。隙間に塩が入ってくる。そうです。え、水とか振らなくても塩まくだけでいい。まくだけで、あと掃除機とか工具するだけで、それだけじゃ取れない埃とかゴミが取れるんですよ。えっ、やったことは忘れます。勉強になったね。そうなんです。ありがとう。これが便利な便利なスタンドバッグです。ゴミ移動するのとか大変じゃないですか。まとめてこれですよ。あら、おしゃれ。これでゴミの持ち運びも簡単。あ、便利。しかもさ、あのビニールじゃないんで破れないですよ。
とんがったものとか入れてもこういう木くずが入ると破れちゃうじゃないですか。木が壊れてきますから、とても便利ですという商品でした。よいしょ、なるほど。重いけどこれが一度に運べるって考えたらこの袋すごい便利。よいしょ、失礼します。ほっ、どこじゃ、疲れた。つぐみさんお疲れ様です。めちゃめちゃ飲んでますね。汗だくですよ本当に。僕も汗べちゃべちゃにかいてますよ。マーシーは汗すごいよ。ちょっと待ってつぐみさん、え蚊刺されてますよ。顔、顔どこ、ここ目の下。あー遅かった、すみません。何、実は私ローズマリーの化粧水作ってたんですよ。え、作ったの？あ、作ったんです。で、これ虫除けに効果があるって言われてるらしいんですよ。へぇ、待ってくるの遅かった、ごめんなさい。刺された後でもまず外で作業するからさ。あ、よかったら良いか、え、ぜひ振らせてください。え、ちょっと頑張って。じゃあ第一人者、今日はえ、いいです。お試しの人、ファーストお試しの人いきますよ、うん、どうですか、たっぷり、めっちゃいい匂い、めっちゃいい匂いですよね。めっちゃ、どう匂い、あ、来た、え、僕もいいですか。あ、もちろんもちろん、どこかに、うわ、はい、どうですか。あ、冷たいね。そうなんですよ。冷やしてたんですか。冷やしてました、氷で。あーねー、皆さんが外で頑張ってくださってるからちょっとでも役に立てないかなと思って準備持ってきました。ありがとう、ありがたいな優しさ。はい、何かあったら言ってください。また振りに行くんで。ありがとうございます。もう目しか取れないね。はい、え、どこ刺されてるの。目の下めちゃめちゃ腫れてますここほらかゆいはず、なんで気づかないんですか。気づいたらかゆくなんだじゃあ続き頑張りましょう。はい、はい、よし。今回のリグロスはここまで、いかがでしたか。つぐみさんとってもかゆそうでしたね。さて、だんだんと片付いていく古民家、時間が経つごとにチームワークが増していってる実感があります。Teamwork makes the dream work. チームワークが夢を叶える。僕の好きな言葉です。では、次回のリグロスでお会いしましょう。じゃあねー。